ははいいさんおはようございます今日はねあの地元のまあ、隣の中学の3つ上の,あの先輩の話をしたいと思いますその先輩はあの双子なんですよね、えー、ツインズっていうんですかで顔はそのまま一覧性だっかなんか言うかな顔はそのままで一覧性か二覧性か忘れたけど そのままなんですけど弟の方が背が高くてで兄貴の方が背が小さいんですね弟の方があの175かまあそんな感じやけどお兄ちゃんの方がね168とかまあそんな感じなんですねでまあ地元でもでコぼこコ,コ,コンビアっていうとってんけどまああのー、害はないけど あのまあ喧嘩もそこそこ強くて、あのー、まあう,うっとこの中学校ともあの揉め事とかあったんですけどね今は仲良くやってるんですけどでそれからいろいろありました仲良く交流があったその兄弟の話をしたいと思いますまあ敵に回したら怖い兄弟です、はい、その人の,あの双子のね兄弟の話をしたいと思いますえっとある日にあの地元の居酒屋で 友達らとワイ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 騒いでまして飲んでたらその兄弟が入ってきたんですねほんで「うわおいまるまる兄弟やどうする?」って「いやもう目合わすな合わすな」って「もうあ日ょっとしわーって言うて白ふうにしとったんですしかししかしながらそんな広い店しないのであの以上見つかりますおお前ら飲みに来とったんかはいっ」っおいらより3つ植えないんですね <laughs> でまあ、普通に兄弟で飲んでましたわーってほんでまあおらもおらのテーブルこんようにしようぜってもう聞いてほしないなって話をしとったんですよところが来ました彼はおいどうや最近調子はうん調子、まあ、仕事とかもぼちぼちですしでみんなあのちゃんとやってますよあそうかほらよかったなってお前らようここに来るんか来ますねー安いですから でその兄弟はねもうほんまに隣町隣町っていうか、まあ、すぐ隣町やねんけどそこのあれやねんけど、まあ、地元ではもう知らん人おらんぐらい有名なんですよね兄弟は。もうなんせ双子でも凸凹コ,コ,コンビやからね弟が背が高くて兄貴がもうちびなんでね有名やったんですよで名前も売れてるから、まあ、ほとんどほぼ知らん人おらんぐらいの感じの人やったんですよね。 ほんでまあそういうふうなたわいもない話をしてましてでまあ調子はどうやってさっき話しとってあまあぼちぼちですな話しとってところで俺のこと知ってるよなっていや知ってますよ知ってるから話してるんじゃないですかそうそやなちょっとお前のに聞きたいことあってんけど俺のこと知ってるやろ知ってますよって俺らがあのなんでいつも色違いの T シャツや服装してるか知ってるか?」って言われた時にパッと気づいたんですよ。そういえばあの今までこう弟さんとお兄ちゃんと同じ色の服装着てないなと疑問には思っとったんですああって双子やのになんか同じような服着るんかなと思ってたんですんで何ですかって知ってますけどって話してて。 竜してるか、いや、知りません。どっちが兄貴か、わかるようにや。なんでやねん。